はい、こんにちは、一郎です。先々週提示させていただいた症例の回答を申し上げます。本日2014年の7月7日ですね。症例はですね、60歳代の女性、左乳腺葉状腫瘍、フィロイデスティウマ、インターメディートタイプという結果となっています。で、画像をおさらいしていきますけれども、マンモグラフィーですね、 CC で左外側に境界明瞭な類円形にも見える腫瘍なんですけど、一部こうくびれているので、分葉状とも言えます。で、背景は乳腺散在のパターンです。で、MLO では左のアッパーポーションのところに境界明瞭な分葉状の腫瘍、こちらの方がより分葉化しているということがわかります。腫瘍として認められます。スポットでもこうモコモコしてるんですね。境界は明瞭です。境界が明瞭でモコモコした分葉状の腫瘤です。で、超音波では同じような所見ですね。内部はやや不均一です。で、大きさが 51×24mm 程度。で、一部、中はやっぱ不均一なんですけど、一部こう、後方エコーの減弱みたいなところもあります。不均一な低信号ですね。で、ドップラーが若干入ると。いう形ですね。から MRI の T1 強調像では分葉状の境界明瞭な腫瘍ですね。で、内部は不均一じゃなくて、非常に均一な、内部は均一な、 T1 強調像上内部は均一な腫瘍として認められています。出血みたいなものはありません。 T2 強調像は内部が均一な高信号で、内部にはこういう隔壁用の構造物が認められます。で、ダイナミックのこれが造影前ですけども、境界明瞭で、で、前像型なんですね。アーリーフェーズよりもこう後期層の方がより染まってくると、アーリーよりも後期でよく染まる前像型のタイプですね。これはサジタールのよりディレイのところですけども、このようにですね、隔壁用構造がはっきりしている分葉状の腫瘍です。こういう隔壁構造ですね。で、この部分は染まらない嚢胞性の部分ですね。綺麗な嚢胞性、成分ですね。で、拡散では強い高信号を示しています。で、ADC マップでは低信号を示していて、測ると1.167×10⁻³/平方ミリメーターと、低い値を示しています。で、フィロイデスティウマーのこの本症例の画像のポイントとしては、境界が明瞭ですね。分葉状の変異を持って大きくて5センチを超えていて、隔壁構造が内部に認められて、ダイナミック前像型の脳線パターンを示すと。で、内部に脳補正変化があって、ADC マップ上は低信号であったということですね。で、T1 強調像も T2 強調像も均一です。T1 がローで T2 がハイですね。それを踏まえた鑑別診断なんですけれども、まずは線維腺腫が上がりますね。ファイブルアデノーマ、FA の中でも大きなジャイアント FA が上がると思うんですけども、今回の症例は60歳代ということだったんで、通常 FA はホルモンとの関係があるんで、若年に起こるというふうに言われているので、年齢の点から、除外できると。除外というか、フィロイデスティウマの方がより考えられるというふうになります。閉経後には頻度は低いんですね。FA の方はね。で、画像的に鑑別するのは非常に困難です。FA とフィロイデスティウマーを。で、PT はより、PT というのはフィロイデスティウマーですけども、より不均一で、短期間で増大するために、壊死を生じやすいという点はちょっと異なりますが、そういう点、それも、あまり有意差はないというふうに言われているんで、それから隔壁も鑑別点にはなりません。で、PT では周囲の正常乳腺が部分的に高信号、浮腫を示すというふうに言われていて、これが、FA との違いであるというふうに、この論文の中では言ってるんですけど、その程度しかないんですね。で、もう一つの鑑別診断が、粘液がん、ムチナスカルチノーマですね。これもダイナミックで前像型を示すので、ダイナミックパターンも似てくるんですけども、もっと多分ゆっくり染まってくると思います。で、境界明瞭分葉状っていうのは類似してくるんですけども、鑑別点としては、内部は、粘液で満たされているという点から ADC 値が高い。ピュアタイプの粘液がんは ADC 値が高いので、
まあ、通常核兵器もありませんから、こういうことでフィロイデスと鑑別ができるんですけれども、もしこの FA とか PT に見られる粘液性 RF 姿勢間質っていうのが、もしこの2つの腫瘍に見られた場合には、鑑別するのは非常に難しくなってきます。ムシナスカルチノマのように、この FA、PT が不姿勢変化、粘液性変化を認めてしまうと、鑑別困難になりますし、逆にムチナスカルチノーマのミックストタイプですね、充実性成分を混ざってくるようなタイプの場合には ADC 値が逆に低くなるんで、今度は通常の FA とか PT との低めの ADC 値と近くなってきてしまうので、鑑別が難しくなるということになります。で、フィロイデス、これちょっと L が1本足りませんけど、フィロイデスというのは養生腫瘍のっていうのは全乳腺腫瘍の 1% 程度と稀で、30歳で後発も必ずしも年齢は限定されません。まあ、広い範囲に認められます。で、楕円形の柔らかい腫瘍で数ヶ月単位で急速増大するので、これも一つの特徴ですね。で、上皮成分、間質成分それぞれの増殖が見られます。で、良性、境界、悪性の3種類に分けていますけれども、どの例においてもですね、腫瘍から 1,2 センチの余裕を持って切除しなければ、局所再発率は 20% というふうに言われています。で、放射線療法とか薬物療法っていうのはほとんど無効です。だから切除が基本。で、範囲を広めに取るということですね。で、画像所見は FA と酷似してしまうので、鑑別は非常に困難です。まあ、年齢ぐらいしかないっていうのと、周囲に不修正変化を伴っているのが PT の方なので、それぐらいしかないということですね。ダイナミック造影パターンはいずれも前増型が基本。もちろん急速に脳線するものもあります。そうなった場合、悪性と鑑別しにくくなってきますね。悪性腫瘍とね。で、まあ、PT も FA もですね、境界明瞭で分葉上で類円形で核液もあるし、内部付近、まあ、内部付近っていうのは PT の方により多いというふうに言われてるんですけども、まあ、なかなかそれでも鑑別はできません。で、一方、今度、フィロイデスの中の両悪性鑑別はできるのかって話で、この、矢吹先生の論文を引用させていただくと、まあ、これわずか30例の検討なんで、なんとも言えないんですけれども、まあ、不正系の脳胞石、壁があった、脳胞ですね。内部の脳胞が不正だったりするような場合、それから T2 強調増上、正常乳腺以下の信号強度を示したり、あるいは同等だったりというような、信号が低めということですね、T2 強調増上。逆に T1 で高めになるようなものが出てきた場合には、それはより悪性で見られるということです。でも、数としては5分の3と、まあ、インターメディエートでも6分の3という程度ですね。で、今回の症例は、T1 も低信号だったですし、T2 も高信号だったんですね。ですから、まあ、悪性よりではないパターンですね。まあ、病理診断はインターメディエートでしたけれども、T1 強調像のその高信号って何なのかと。一体その悪性を示唆してるよって言ってる高信号ってのは出血性拘束とか AC に相当するんですね。だからまあ大きくなってくるに、急に大きくなってきたりして、まあ悪性だった場合にはそういうものが発生しやすいので、それが一つの手がかりになりますよっていう話ですけども、まあそれも、まあ有意差はなかったんですね。実際、良性と比べた場合。だから T2 強調像の正常より低信号とか、高信号。まあ、低めの値を示していったり、ADC 値が低かったりっていうのは、間質細胞の高密度に相当して、まあ、細胞が密度が高いということですね。そう拡散で光って ADC 値が低くなるというはずなんですが、まあ、それが悪性の所見だと言ってるんですけど、今回の症例は、まあ、結構低かったんですけども、まあ、それでもインターメディエートにとどまっているということなんで、まあ、なかなか両悪性の鑑別は難しいってことですね。はい。以上です。ありがとうございました。medicaldirect.jp